ちょっと逆に気になった質問、マッサンからの質問なんですけど、高木さん、こうシーズンが開幕しますとなるじゃないですか、うん、その開幕するこの時期の気持ちの入れ方っていうのは、何かこういうことしていたよっていうのはあるんですかね。俺はやっぱスタメン出れんのか出れねえのかっていうところから始まるし、監督がその継続だと、まあスタメンで出てたらまあ出れんだろうなって思いながらも、あ補強で来ちゃったよとか、あとはまあ開幕スタメン負けた場合もあるじゃん。はいはいはい。この時にどう切り替えてシーズン入るかとか、